い、皆さんこんにちは。こんにちは。空席ですね。さあお待たせしました。大丈夫ですか。はい、というわけで、エメドラ会ですね。水玉かな、宿瀬市光の竜会、エメドラ会ですが来ております。前回ですね、刺身さんとサナパッチョさんをと混ぜて、トリスタンを使ったんですけどダメとかだった、ひどい動画だったので。トリスタンをしかトリスタンを止めて、そうか、なくなっちゃったんだ。そうかそうか、全員トリスタンパーティーに行くと収束される。ただのネタパーティーじゃない。ネタパーティーもうステージ1とかでやられました。というわけで今日はちょっと本気でいきたいと思います。エメドラ回、ジョン万次郎、ジョン万次郎、鉱物キラーついてきます？開国スクラッチ。じゃあ、オッケー、パーティー。招待して、我々を招待して。究極ですね。これ突破すればオーブ僕一つもらえます。行こう。行きましょう。じゃあジョン万次郎で。マジで？私はティーガーとですね、あとシールドブレイカーでガラハットさんを連れて行きます。ジョン万次郎。で村井さんがジョン万次郎で。私が入ってるだけです。ジョン万次郎消えた。マミルトンが、アポロ X ですね。あの砲台とあとアンチ重力バリアってわけで。で、シールドブレイカー。シールドブレイカーがガラハット。爆発。いいんじゃないでしょうか。高橋君が司令塔、うん。私とマミルトンはハイツクバリ系。ハイツクバリ系。あ、そうなんですか。そうだよ。だって砲台だもん。はい、わかりました。じゃあそれでいきましょう。高橋君が全てのゲームメイクを。なんで僕にそんなガンガンって乗せるんですか。でへんよ、ハイツクバってきます。じゃあ行きますね。スタートします。はい、どうかな。てかシールドブレイカー最後ですね、まあ、でシールドブレイカー始まり3番目か。シールドブレイカー始まりにすればなんとかなんとか。そうですね、村井さんの朝終わりでいきたい。さすが究極、なかなかである。村井さんもうこっからもうずっと下の方に、はい、あの攻撃的アーサーにはならないんですか。まあ重力バリアがある時点で攻撃的アーサー。ああ、そうですね。ちょっと辛いですね。なければね、攻撃的アーサー。もうどんな攻撃的にタップしたものって。村井さんのうまい。私のアーサーは順も取れてるけど、ちゃんとね。守備もちゃんと。はい。はい。あ、やべえ、やべえ。あ、やべえ、やべえ。もう一発、もう一発。ああ。私が倒せばいいんでしょ？そう。じゃあ。おお。アプレックスいいですね。オッケー、オッケー。で、バトル2は？シールド来るかな？来ない。ああ、でもあの。ハトが。あと女の子がダメージオールを出します。いいよ出してよ。私関係ない。あ、やべべ、あ、やべべ、やべべ、全然届かなかった。あれ攻撃的に、女の子を倒したいの。あ、倒せなかったし、あ、結構強いっすね。で、おお、L 字。ただ、これだったら大丈夫です。で、こいつを倒しましょう。おお、オッケー。おお、すげえな、高橋。あ、なんか音が怪しくなってきたな。ていうか、すげえ食らったぞ。なんでだ。お前さんはずーっと、お、いい位置に。なんか簡単なようにね、で意外と難しい繊細なお仕事。でも結構食らってる。もう HP 半分切っとるわ。あとはまだ取ってきたくないです。攻撃も来ないので。次、まだヒールじゃないか。これダメージオールで死ぬパターンなんだ。あー、おー、セーフセーフセーフ。アーサーに当てたかったな。はい。取っちゃえ。取っちゃえ。うん。いいんじゃないでしょうか。ここ食らうな。ハト、ハト、ハトだ。ハト呼ばわり。お、ナイス。これで怖いものはない。うん。直撃したな。ハト。じゃあちょっと私ね、攻撃的な。でもね、しっかり戻ってくるんですよ。
しっかり戻ってくる。しっかり戻ってくる。声が低くなる。次エメドラだったらちょっと。しっかり。二人とも上にいるから。まあ、いやアポロ X は別にね、アンチ重力バリアだから。お、お、なんか。よっしゃ、戻ってこれた。うまい。うまいっすね。アーサーも下げつついくのかと思った。置いてけばいい。置いていくわよ。あ、ベベベベ。これは次。倒せばいいんですよね。ですよね。皆さんお願いします。で、お、これはいいんじゃないですか。アポロ X も、おー。今のうまい。さあ、まだか。お、お。ガラハット始まりで完璧やん。本当だ。しかも目の前や。高橋君4つ倒してくる。あ、目の前に。本当だ。見てなかった。4つ破壊。4つ破壊はちょっと無理じゃないですかね。いけるいける。完璧。あー、1個残りましたね。まあいいでしょう。ただあのダメージオール出すシールドだけ絶対に壊したいので。なんかエメドラが赤いな。怒ってますね。まあ、いいんじゃないですか。結果としていいんじゃないですか。結果としてっていうか普通にうまいですよね今。ナイス。おお、結構柔らかいな。そうですね。段階だと。そうですね。鉱物族でしょ。あの人。表面ガチガチ。表面ガチガチですよあれ。ただ中はね、ふんわり柔らかい感じ。いい今日なんかお二人ともうまい。まあ伊達にね、自信力がたくさんあるわけじゃないから。え、私狙ってくんない。ごめんなさい、ちょっとあの、いや狙うつもりだったんですけど、すいません。縦で倒せますか。はい。で、あのスターだけで。で、僕はここで縦貫するので。村井さんで倒してください。うん。で、うまくした。ハートを取りつつ。うん、オッケー。お願いします。うまくしたもの。オッケー。倒しつつ、ハートを取りつつ、うまくしたもの。最後の3はちょっと難しい。お、1と2をクリア。1と2をクリア。あ、惜しい。倒しなかった。あ、やばい。計算が狂った。あ、でも、ステイス。反攻撃だからいいんじゃない。ステイすればいいのか、別に。ステイしよう。ステイしましょう。ステイしましょう。ステイしましょう。ちょっと長いけど、ね、ステイしましょう。はい。で、明日の予定でも立てようかじゃあ。明日の予定立てましょうか。で、マミルトンもステイでいいですね。で、これ1分ほど待つ。そうですね。およそ1分。で。特にハートとか取る必要もないので、僕も何もしないです。ちょっと水とか一口てて。どうぞどうぞ。あと8秒ぐらいありますよ。いやー、あの星確か鉱物なんですよね。あ、ちょっとかかった。かなわかんない。アーサーさん。はーい。アーサーさん。4番でお待ちのアーサーさん。パンポン。あ、で、おおお。わあ、いい。素晴らしい。そしてボスです。バッチリやないか。バッチリやないか。4人ともすごいもん。なんかぐっちゃぐちゃ。仲良し。あ、シールドいね。ないですね。じゃあちょっとお二人のレーザーをバシュってやってもらいましょう。いきます。頼むで。おお、半分ぐらい。え？いいっすね。おお。いいね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 。お、しかも道を開けてくれた。そして T が。T が先生がドン。おお。どんなこの流れ。完璧じゃないか。なんかうますぎるとなんか。してやったりやで。え？結構。まあまあ。私はこの人をここでやられることなき。だって大丈夫じゃないですかね。私に当ててくれて。これでも良かったね、高橋君。確かに。そうですね。
この後多分意外とダメージでかいよ。倒しきれなかった。アーサーのやつ気をつけてください。あいつ強え。ダメージでけ。あれダメージでかいっすね。頼むで。どうしようかな。横でアーサーでいいんだよ。横でアーサーですか。ちょっとこいつを倒してハート持てるっていう。あ、シュー。で、あ、私がで倒せたら完璧。ああ、倒せない。まあ、しゃあないですね、これは。ハートも出てるんで、次からしときますね。ね。これいいじゃん。これいいですね。次も完璧じゃん。で、ドキューンとやられても、マミルトは微妙に下に来てくれるといいなと思いつつも、ハート取りそうだし、攻撃当たりそうだし。大丈夫じゃないかな。これは倒したな。まあいいでしょう。で、1,2,3 ターンか。大丈夫だろ。多分大丈夫じゃないですか。あ、でも2で2枚どうしようかな。それちょっと飛躍ショット打っちゃいましょうか。いきます。まず力の糧となれ。糧となれ。まあまあいいんじゃないですか。私も打っちゃおうか。私は取った。これでも全然開けそうですね。お、あー、あと一発。え、おい、もう2枚いったね。どうするかよ。もうダメージを当たっちゃってもいいから。そうですね。だからカンカンで2枚いけんの。カンカンで2枚。2回被弾。これ大丈夫。おお、いいんじゃない、いいんじゃない。意外といかないんだな。で、これでエメドラは倒せますね。うん、よっしゃ。おう、ええやん。で、また調整できそう。調整できそう。これいいっすね。うん、完璧やない。慎重な。で、横勘でもどうする。そうですね。ハート取られてますよ。で、村井さんに任せればいいんですよね。ん、そうじゃないですか。いいの、私、上に行って倒したら次役に立たない。いや、村井さんなら戻ってきてくれる。村井さんなら戻ってきてくれる。むしろ私が損して、マミルトン君が倒しながら下に降りるがいいんじゃないか。なるほど。皆さん、なんというか慎重で、ね、宮下先生が T シャツが赤くてね。あの人がね、何あれ。エヴァンゲリオンのアスカの T シャツ。あ、赤くてね、朝打ち合わせでね、某駅でね、待ち合わせしてたら、タリーズで、うわ、めっちゃ赤い人いるな。僕、何もしないっすよ。はい。それ何なんですか。あ、そう、エヴァンゲリオンだ。さあ、マミルトンがうまく帰ってこれるか。あー、やべ。あ、やべ。あらば、全然倒しきれない。あ、やべ、倒しきれないし。なるほど。まあ、まだ助かりますよ。僕、何すればいいんだ。もう一周しますか。もう一周。これ再びマミルトンタイマーに。それぐらいのことをやってもエメドラには物理が返ってくるんですよね。さあ、横貫しようか。あ、でも完璧な横貫をなんかいい位置にセットしましたね。風感とかはしとけ。みんな遊んでるな。余裕かましてますね、なんか。さあ、マミルトン、次こそ。いいんじゃない。お、で、アーサーもいい感じで。あー、ここに来れば。エメドラどこに出るんだ。あそこにエメドラが来ればいいね、上に来れば。ドン。あ、そっちか。反対側か。まあ、でも、あの、女の子を倒せそうだからいいですね。いけるかな、そっちに。来い。濃い。力強い。あって、あー、そうですね。ちょっとそいつを倒してもらっていいですか、村井さん。お願いします。あざす、あざす。そしていい場所にいる。で、僕ですね。はい、これいけそうじゃない。あら、あら、アーサー当たらなかった。いや、当たった当たった。当たりました。うん、打った。あら、はい、
全然バカだった。いきなり強くなった。進化して硬くなったのかな。ちょっと下ネタだな。いて。ちょっと女の子の方に。あー、変わった。よし、 OK。 フランスさんはどうしましょうかね。取っとくか。ストライクショットはラストの一番激しいので。これ、あ、食らってないのか。ちょっと村井さんに当てます。来い、ドン。弱点ダメージダメージ、来い。しゃあ、完璧。痛いかな。あー、あれ、あの攻撃痛いですね。ただ耐えれちゃう。うん、で、挑戦じゃないこのまま。おい、いや。あっ、おい、え。3体バッてやられましたね。え、何が来たんすか。3体レーザーで、この3体が串刺しにされました。ドン。でもそれでも体力6万は言い過ぎか。ただめっちゃあったぞ。これ強いですね。強いな。まあでも実質濃昏できれば問題ない。でも究極のね、濃昏あれ報酬ドロップ確定な。あ、そうか。まあまあ行きましょう。ちょっとせっかくここまで来ましたし、こんなに時間かけてきたから行きますね。ポンと育ててきたから。はい、これはカンカンすれば倒せるかな。あれやべえなぁ。あんなん来られたら反則っすよ。あんなん来られたら反則っすよ。反則っすよ。反則っすよ。いかにこっちがね、どんなやったって無理無理無理。反則。ただあれはちょっとビビるな。まさか死ぬとは思わなかった。ストライクショット。ストライクショット。で、ザコも倒。あー、硬いな。勝った。で、高橋君、シールドを頼むぞ。あの、レーザー出す方が優先だな。それちょっと打ち合わないですか。うん、多分いけるよ。大丈夫。ナイス。おー、さすが。よっしゃ。さあ、守ると打とう。これちょっと打って、ここまでカンカンします。あー、狭いから、全然近いし。結構縦気味でカンカンした方がいいかな。本気でいくわよ。ストライク、シャッター。いいんじゃないですかね。いいね、いいね、いいね。すごい、すごい、すごい、すごい。え、かなりいったぞ。421ヒットですね。じゃあ僕も多いな。使おうかな。巻き散らし。やばい、巻き散らしやばいな。いきます。我が力の勝ちとなれ。巻き散らしゴロゴロ。巻き散らし。あれね、ちゃんと使えば強いんですよ。あのレーザーにガーンとした。そうですね。だいぶ削られましたもんね、今。次攻撃は来ないか、大丈夫。ハート取らんか。ハート取りでもこいつで取ってもね、微妙なんですよね。ただないよ。大丈夫かな。セーフ。あー、ぶね。あー、でもホーミングも結構痛い。カンカンだろ。うん、一旦こカンカンだろ。あー、全然いいや。やばい、エメドラ来た。うわおい。エメドラ勝った。でーなー、あれ強かったね。強かった。あれ、エメドラこんな強かったでしたっけ。いや、めっちゃ強いっすね。めちゃめちゃ強い。倒そう。くそ。いきますよ。倒しに行こう。高勝負。大丈夫、高勝負。40個ぐらいある。全部ね、もらったり貯めたり。もうとどめ刺しちゃいますよ、もう。させ。もう我が力の糧となってもらいましょう。我が力の糧となれ。ありがとうございました。すげえな。強かった。これめっちゃ強いな。ああ。皆さん、あのオーブ2つを使ってもですね、あの石ですよ。手に入れられたのは黄色い石。石石って言ってる場合じゃないっすよ。石石いらない。あ、でもね、一つ回収できました。よかった。これはすごい。強いな、エメドラ。これは強い。はいよ。というわけで、エメドラ回でしたね。はい、見ます一応。見ましょうか。一応見ます。見ましょう。一応見ましょうか。
進化合体したばっかりですね。ですね。モンスター攻略のエメドラはどこだ。こんなに行かないな。いた。エメラルドドラゴン進化前がこちらでございます。この人魔王キラー L なんですよね。で、鉱物族なので、あのだっけ、魔王とか大体神キラー持ってるじゃないですか。それ食らわないので、これ取っとくと便利です。はい。で、なんか下の方が出てないけど。なんか行ったり来たりして。ほい。よし、こんな感じでございますと。で、通常進化の方が、重心力使った方がですね。こんな感じで、こんな感じ。スピード速いなぁ。この人スピードめっちゃ速いです。スピード速いなぁ。速いなぁ。速いなぁ、この人400とか余裕で超えますからね。このおっさん速いなぁ。このおっさん速いっすよ。で、このままでも十分強いです。さっきマミルトンがした神化は。で、マミルトンさんが作った神化の方はですね、アビリティがアンチワープになりますね。で、スピードとかはもう全然はい。他は変わるんですか。で、友情コンボにですね、爆発が入るんだ。はい、爆発がつきます。爆発が入るのはいいじゃん。超いいじゃん。ですね。で、アンチワープ怖いなーっていう人とか、爆発欲しい人はこっちでもいいかもしれません。はい。僕はあれかな。こっちの方がいいかな。うん、魔王キラー L 欲しいですね。魔王キラー L って意外と結構いっぱいいますよ。本当？僕ね、使えるやつを、ね、使えるやつがフルールしかないんですよ。あの稲荷とかもそうなんですけど、あいつ神じゃないですか。だから使えないんですよ。あと U ボートとかもそうかな、確か。ああ U ボート。一応見てみましょう。そうだね。ニーズヘッグがいいですね。モンタナも一応魔王。そう。モンタナね、すごいよ。モンタナめっちゃ強いやん。あれどこだ？魔王キラー L は、こんな感じですね。稲荷もだ。そう。で、稲荷神だからね。あ、そうか。やられちゃうんですよ。あと U ボートはね、結構使えます。あとニーズヘッグ。モンタナの前のね、ボルチモアさんね。ボルチモアね、めっちゃ可愛いんですよ。バイヤー。これサイカワって言われてますからね。他にもサイカワ4強ぐらいな感じです。サイカワ4強です。魔王キラー L ね、こんな感じですよ。サイカワなんだっけ。サイですからね。サイ、あの最もなんだかのうちの一人とか結構やばいやつ。はい、こんな感じです。はい、というわけで、エメドラまさか2個もしてしまいました。いや、強い。皆さんもですね、気をつけて挑戦してみてください。ありがとうございました。皆様、ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方は、ぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そして、マックス村井アプリが iPhone 版、Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画であったりとか、私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで。